グランドコモロ島は、インド洋西部、モザンビーク海峡にある、コモロ諸島の島の一つ。同じく、コモロ諸島に属するアンジュアン島、モヘリ島とともに、コモロ連合を構成する、ジャジジャ島とも呼ばれる。人口は2006年の推計で316,600人、面積は1,148平方キロメートルと、コモロ諸島で最も大きく、主婦モロには、 コモロの首都ともなっている。他のコモロ諸島の島々と同じく、グランドコモロ島も火山島であり、中でも島の最高峰であるカルタラ山は、活火山である。カルタラ山は、数十年に一度の噴火を繰り返しており、2005年にも、噴煙を1 0トル以上も吹き上げる、大規模な噴火が起きた。コモロ諸島では、最も広く標高が高い島だが、 活発な火山活動のため火山灰でできた土壌の透水性が非常に高く、降水量が多いにもかかわらず河川が一切存在しない。このため土壌侵食は抑えられているものの、水源はわずかな地下水に頼らざるを得ない。気候はサバナ気候に属し、明確に雨季と寒季に分かれるものの、降水量は非常に多く、年間降水量はもろにで、 約2800ミ、mm、リメートルであり、カルタラ山の一部では8700ミ、mm、リメートルにまで達する。グランドコモロ島は複数の君主が存在し、構想を繰り返していたが、19世紀末にこの構想に乗じる形で、フランスが勢力を拡大し、田島と同様に支配下に収めた。1958年にはそれまでマヨット島のザウジに置かれていたコモロ植民地の首都を、 グランドコモロ島のモロニに移転することが議決され、1960年には、全都が開始された。1974年に行われた独立に対する、国民投票では独立賛成派が多数を占め、これを受けて、グランドコモロ島は1975年に独立したコモロ国の一部となり、モロニに,に同国の首都が置かれた。独立後、首都のある、 グランドコモロ島に開発が偏っているとの不満が、ダニ島にはくすぶっており、さらに1996年に大統領に就任したモハメド・タキが出身である、グランドコモロ島優遇政策を取ったことが、1997年のアンジュアン島及びモヘリ島の独立宣言並びに、フランスへの再植民地化弾丸の一員となった。これを受け、2001年には、 国号変更とともに3党から輪番制で大統領が選出されることとなった。グランドコモロ島の空港は、モロニ北港の母屋にあるプリンスサイードイブラヒーム国際空港であり、谷島への国内便のほか、国際線も発着している。主要港はモロニ港であるが、目立った改修が行われておらず、大型船の接岸は不可能である。住民はコモロ人。 日常語は小諸語、宗教はイスラム教寸に派がほとんどを占める。ありがとうございます。